あれ先輩何してたんですかああさっきさ献血行ってきたんだよね献血献血って先輩の年齢でもいけるんですか献血は16歳以上からできるんだよ君もできる年齢なんだからでも献血ってその後何に使われるか分かんないしやっぱ怖いんですよ献血の血はね病気の人や血が必要な人たちのために使用されるんだよえじゃあ毎日献血すればもしかして世界救えちゃったりして毎日は無理無理 さすがに女性が3ヶ月後で男性が2ヶ月後だったかなその期間を分けたらまた献血ができるようになるんだよまずそんなに献血したら世界救う前に自分の血がなくなるからねああでもそう考えたら献血ってすごいんですね先輩3ヶ月後私と一緒に献血行きませんか3ヶ月後行こうかこれを機に献血について調べてみるのもいいかもねですねそれに今これを聞いてる皆さんも行きましょう献血